ホンダ CRX、CRX、CRX CR は、ホンダ技研工業が、かつて生産、販売していた小型乗用車である。世界によって社名が異なる。初代は、同社の小型車シビックの姉妹車、バラードの派生車種として、シビックのフルモデルチェンジに先立って市場に投入された。発売にあたりホンダは、FF ライトウェイトスポーツという新ジャンルであると、説明し、 以来この言葉は同クラスの車種を分類する場合に使用されることになる。初代及び二代目には後部座席を設定した2プラス2レイアウトであり、初代では着座位置の座面をやや凹ませ着座位置を下げて頭部スペースを確保し、二代目ではルーフ口が若干高められたためフランナベンチ風のものが採用された。ただし、シビック3ドアよりも150ミリメートル以上短い。 ホイールベースとファストバッククーペボディが影響し、大人が二人座っての長距離移動は困難だった。なお北米向けには、鉱石はなく、代わりに浅い小物入れが装備されている。また、これらに共通の特徴として、アウタースライドサンルーフがある。短い屋根ゆえに、屋根後半にスライド型サンルーフを格納した場合は、開放感を得るに、 十分な開口面積が確保できないため、ボディの外に電動スライドさせるものである。曲率が大きい屋根を収納する戸袋は厚くなり、後部座席の頭部スペースを圧迫するが、車外へ屋根を突出させることで戸袋をなくしこの問題も回避した。さらに北米では、工述するように軽い車体重量を生かした低燃費仕様が設定され、企業平均燃費、カフェ、 コーポレートアベレージフュエルエフィシェンシーの達成に貢献した。三代目は走行性能を追求した。それまでとは大幅にコンセプトを変え、開放感を楽しむタルガトップとして誕生し、1991年に発売されたビートに次ぐ小型オープンカーとなった。これは北米市場でカフェの達成に貢献する低燃費仕様としての役割を リーンバーンエンジン搭載車が担うことになり、軽量化の要求がなくなったためである。販売チャンネルは、ベルの店で、1983年7月1日に、バラードスポーツ CRX として、日本国外では、シビック CRX として発売。キャッチフレーズは、デュエットクルーザー。リアにハッチを持ち、テイルエンドを断ち切った形状の、ファストバッククーペボディは、 こうだとロンか、こうだとローンか、または、カムテール、カム、テール、カムバック、キャンバックと呼ばれ、全長を伸ばすことなく空気抵抗を低減できる、特性を持っている。車体の軽さも特徴であり、ABS 樹脂とポリカーボネートをベースとした複合材料、HP r o イ、HP r o を、フロントフェンダーとドア外装板等に、ポリプロピレンをベースとした、HP ブレンド、H、 p ブレンドを前後バンパーに採用し、車両重量は 760kg、1.35速 mt、800kg、1.5i5 速 mt となっている。2200mm という非常に短い、ホイールベースと、相まって生み出されるハンドリングは、大変にクイックだったため、ステアリングの打角中立部の反応は、意識的にやや鈍く設定されていた。エンジンは、 1.5リットルの E 型エンジン PGM5 仕様と1.3リットルの EV 型エンジンキャブレター仕様の2種類。日本国外向けにはシビック同様1.5リットルのキャブレター仕様も設定された。グレードは1.3リットルの1.3と1.5リットルの 1.5i で 1.5i ではアウタースライドサンルーフドライブコンピュータデジタルメーター ルーフベンチレーションなどが選択できたほか、m t 仕様のファイナルギアレシオが4.4と、ローギアード化されており、より加速性能が増している。サスペンションにも、独自の工夫が見られ、フロントに、ストラット、トーションバー、リアクションチューブで、長さを短縮。リアは右側にのみ、スウェーベアリングを組み込み、ラテラルロッドをホイールと同軸化した、車軸式。 コイルスプリングの形式が採用され、総合して、スポーテックスースと称していた。北米仕様には、その軽量の車両重量を生かした超低燃費仕様、シビック CRXHF1.3 リットルエンジンがあり、シティモードで 50mpg、24.8km、L、ハイウェイモードで 56mpg、27.8km、L と燃費性能で、 当時の低燃費ナンバー1を獲得している。1984年11月1日には新たに1.6リットルの ZC 型エンジンを搭載する SI が追加。スイングアーム式バルブ駆動はバルブクリアランス調整を容易にする目的で当時いくつかの採用例があったが ZC 型の場合はハイリフト化が主な目的だった。この試みが後の ビテックに活かされた。シリンダーブロックは 1.5i のフルサイアミーズ型ブロックをボアアップしたものを採用し、ボアストロークは 75mm、90mm というロングストローク仕様となっている。エンジンの高出力化に伴い、駆動系は FF 特有のトルクステアを防ぐため、当庁ドライブシャフトが新たに採用されたが、ブレーキ構成は軽量な車重とショートホイールベースの ため、1.5i と同様の前輪、ベンチレーテッドディスク、後輪、リーディングトレーディングを踏襲、フロントブレーキパッドは、セミメタルに変更。なお、SI は、1.5i とは異なり、アルミホイールは標準だが、ステアリングのパワーアシストはなく、エアコンやオーディオもオプションだった。なお、ウレタン製のリアスポイラーが標準装備となり、スタビライザーを強化。 オイルクーラーの追加、ボンネットには2個の体型カムプーリーをクリアするために、S800、シティターボに続いて、パワーバルジが付けられ、よりスポーティな印象が高まったものの、車両重量は 860kg まで増加した。1985年9月にマイナーチェンジを実施し、ヘッドライトがセミリトラクタブルヘッドライトから輸出仕様のシビック CRX と同じ。 固定式タイプに変更された。SI では内装、メータパネルが変更されるとともに、外装ではサイドシルのデザイン変更や前後のバンパーの大型化、ツートーンカラーの廃止がなされた。よって、このモデルではヘッドライトやバンパーの形状で前期型と後期型を区別できる。なお、キャッチフレーズも二人には X がいる。に変更された。また、 ステアリングのパワーアシスト付きモデルが選択できるようになった。アルミホイールはオプション。ホンダ車のアフターパーツも生産している無限が、ブリスター形状の前後フェンダー、フロントマスク、リアスポイラーなどを無限 CR、X p r o の名称でリリースし、これらを装備した車両が鈴鹿サーキットのマーシャルカーとして用いられた。EAS 型の形式名、AS は、 同社の1960年代のスポーツカー、S シリーズの形式名の AS、オートモビルスポーツと符号することから、一部のファンは、ホンダスポーツの再来と受け止めた向き持った。1987年9月16日に発売。1986年10月に、バラードが廃止されたため、社名から、バラードが外れ単独モデルとなる。 グレードは1.5リットルの 1.5XEF6 と1.6リットルの SIEF7。キャッチフレーズは当時のサイバーパンク流行にあやかり、サイバースポーツ。スタイルは仙台を踏襲しつつ、各部がフラッシュサーフェス化され、また全体的にワイドローフォルムとなった。仙台では何があった後方視界を確保するため、リアエンドに エクストラウィンドウが採用された。用いられたガラスには黒のピンドットが配されており、スモークガラス同様車外からは一見して透明には見えないため外反パネルとの一体があり、今年車体色が黒の場合顕著だった。これは外観デザインで東大最大の特徴とも言える箇所である。後にインサイトや二目以降のトヨタプリウスがほぼ同様の衣装を採用している。そのシャープなフォルムは 当時の若い世代に人気があった。先代にオプション設定されていたルーフベンチレーションは廃されたが、アウタースライド式サンルーフの他にグラストップと呼ばれる UV カットガラス製の屋根を装着する新オプションが定めされた。グラストップには熱線反射材として地ン被膜が施され。エンジンは D15 バイト型エンジン CV デュアルキャブ仕様と ZC 型エンジンの2種類。D15 バイト型はサイチェジーながら1気筒あたり4バルブ、吸気側、排気側それぞれ2バルブで、ハイパー16バルブと称していた。SI のボンネットには、仙台同様パーバルジが設けられ、1.5X との外見判別が容易だった。サスペンションは、前後とも、ダブルウィッシュボーン式サスペンションとなった、前2、 というフロントヘビーな重量配分もあって、北米仕様には、仙台と同様に超低燃費仕様のグレード、HF を設定。D15 バイト6型エンジンに変わったほか、車体が大きく重くなったものの、シティモードで 41mpg、20.3km、L、ハイウェイモードで 50mpg、24.8km、L の燃費性能を実現している。また、 先代と同様、無限が前後バンパーやサイドステップ、リアウィング、マフラーなどを無限 CR、X プロ2の名称でリリースし、鈴鹿サーキットでマーシャルカーとして用いられた。1988年8月4日のマイナーチェンジの際に、3チャンネル4は LB、ABS 装着車が設定された。1989年9月22日、 ビテック、可変バルブタイミングリフット機構を備えた B16A 型エンジンを搭載した、SAR-EF8 が発表された。最高出力は 160PS、ネット値に達し、排気量1リットルあたり 100PS という市販車の n エンジンとしては、驚異的な出力を実現していた。なお、この SAR-WAGO MT のみの設定で、フロントブレーキが体系化される。 後期型ではボディ全部の形状変更とヘッドライト形状の変更といった若干のフェイスリフトが行われ全長が前期型の三千七七百十五ミリメートルから三千八百ミリメートルとなった。また前期型では大型断面を持つボンネット形状が後期型では突型に変更され初代及び二代目前期型 SI の特徴だったボンネットのパワーバルジは 不要となり廃止された。国内向けには限定車も含め、4年半で10色前後のボディカラーが設定された。なお、欧州向けの前期型は日本国内仕様の外観とほぼ同じだが、後期型はビテック仕様のみ、日本国内とほぼ同じ外観で、それ以外は前期型と同じ大型断面のボンネットを採用し、バンパー形状は後期の北米仕様に準ずる。 また、北米向けは、前期、後期を問わず、日本国内仕様の前期型とほぼ同じデザイン衣装、バンン形状のみ、小変更であった。1990年9月のマイナーチェンジで、アルミホイールのデザインを変更したほか、電動格納式、リモコンドアミラー装着車や SAR、ビスカス LSD 使用車が設定された。1992年3月6日に発売、 ペットネームとして、デルソル、デルソルの名称が付与され、それまでのハッチバックスタイルから、スイッチ操作のみで屋根を、トランクルームの専用ホルダーに、収納デるトランストップと名付けられた電動オープントップを最大の特徴とした。このほか、外観は同じながら、トップを手動で取り外す仕様も用意されたが、トランストップ仕様のスチール製トップに対し、手動仕様は取り扱いの負担軽減のため、 軽量なアルミ製とされた。電動仕様は、手動仕様に対して重量が50から 60kg、価格が17万円上乗せされる。形式名の EG が示すように、同時期のスポーツシビックがベースとなっている。エンジンは、サーニ B16A 型エンジンが設定され、最高出力は 170PES に向上している。その他、前期型には、 D15 バイト型エンジンのベキシー後期型には D16A 型エンジンのベギーが用意された。前期型はヘッドランプの内側にバンパー埋め込み式の丸いアクセサリーランプを備える4等式を特徴とする。1995年10月にマイナーチェンジ、フェイスリフトが行われ、アクセサリーランプを配した2等式ヘッドランプとなる。 サイチェシーエンジンの1.6リットルへの排気量アップが行われた。1998年12月、日本国内でのスペシャリティクーペの市場低迷や、北米市場向けとしてシビッククーペと競合することもあり、CRX デルソルは生産終了となり、翌年をもって在庫対応分がすべて販売終了、名実ともに CRX の商標は三代16年で、 終焉となった。ミッドシップ車のようなプロポーションとディテールを生かして駆動方式を FF から MR に改造したカスタムカーが製作されたこともある。2006年11月に開催されたロサンゼルスオートショーでホンダリミックスコンセプト2007年2月に開催されたジュネーブモーターショーでホンダスモールハイブリッドスポーツコンセプト同年10月に開催された 東京モーターショー2007では CRZ という名のコンセプトカーが出展され CRZ は2010年2月に市販化された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。